ボールを目の前にすると右肩が突っ込んだりヘッドからこう打ちに行く方が多いんですね。まあ、一回打ちに行きたい気持ちはちょっと置いといて、下半身を先に指導させていただきます。さあ始まりました、 JLPGA オフィシャルチャンネル、ティーチングプロの石坂翔子です。はい、じゃあ今回また石坂翔子プロにお越しいただきました。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。で前回、まあ、グリップ、アドレス、テイクバック、トップってきて、まあ、今回そのダウンスイング、まあ、一番難しいというか、こう一番すごい速さで進んでいく部分だと思うので、はい、僕も含めて意識してもなかなかできなかったり、はい、悩む人が多いんじゃないかなと思うんですけど、はい、まあ、そのちょっと基本的な部分をお伺いしたいなと思います。はい、で初心者の人に何か多い傾向みたいなのってあったりするんですか？そうですね、やっぱり初心者の方はもう打つことがメインになってしまうので、どうしてもテイクバック上げてクラブのヘッドからこう下ろしてきてしまって、もう肩がどうしても突っ込んでしまうって方が多いので、まあ、ダウンスイング、もちろんボール打ちに行きたいんですけど、そういう時こそちょっとリラックスして上半身はためを作るってことが大切だと思います。ちょっとその基本的な部分だったり、はい、練習方法だったりをちょっとお伺いできたらなと思います。今回もよろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあその基本的な部分をお願いします。はい、やはり、まあ、先ほどお伝えした通り、多くの方がやっぱりボールを目の前にするとテイクバック上げてさあ打つぞって時なので、どうしても右肩が突っ込んだり、まあヘッドからこう打ちに行く方が多いんですね。そうするとボールがまっすぐ行かない可能性が高くなります。なので、まあ、打ちに行くんですけど、上半身は一回ちょっと上でためを作ってお休みするような形を取っていただくと、とっても綺麗にボールに力が加わるのでいい球が打てると思います。まあ、実際にテイクバックまで上げたら下半身から始動していきます。多くの方が下半身は止まっている状態で、まあ、右肩が突っ込んだりとか、下半身が止まっている状態でヘッドからですね、こう降りてくる感じ、打ちに行ってしまうっていう方が多いと思います。なのでテイクバック上げたら、まあ、一回打ちに行きたい気持ちはちょっと置いといて、下半身を先に指導させていただきます。そして下半身指導っていうのは、まあ、鏡とか練習場の鏡とかで、まあ、実際上半身は上に置いたまま下半身から動けているかなっていうのを確認できるので、まあ、鏡とか自分が映るものを使って確認するのもいいと思います。あとはテイクバックを上げていただいて、右の胸ですね、上半身が右側に残った状態で下半身を回すっていうのもとても大切なポイントです。やはり突っ込んでしまう方はもう先に上半身がボールの方、またはボールの左側を向いた状態になるので、基本的には上半身はボールの右側に残したまま下半身を回していくと綺麗なインパクトを迎えれると思います。その下半身をまあ動かすっていうのは、具体的にその腰を意識するのか膝なのかとか、そういうのって何かあったりしますか？うんうん、向きだったり。そうですね、まあ、腰ですと、まあ、ちょっとこう同じように突っ込んでしまう方もいらっしゃると思うので、イメージとしては左の足のかかとに踏み込む、体重を乗っていくってイメージすると少し分かりやすいかなと思います。でちょっとそれも、はい、打ってみていいですか？しっかり体重も乗せてて、うん、右も上半身も残ってたのでいいと思います。はい、まっすぐ飛んできましたね。ちょっとまたプレーもお願いします。はい、テイクバックまで上げたら右の上半身を残して左足で踏み込んで打っていきます。はい、これ家でその鏡だったり、うんうん、あるいはこうハーフスイングみたいな形で最初は練習した方がいいんですかね？はい、そうですね、お家でも窓とか自分の映るものを見て、しっかり左足に踏み込んで下半身から動かせてるっていうのは確認できるので、まあお家とかだとちっちゃい振り幅でもしっかり練習できると思います。はい、はい、じゃあ今回また石坂プロにダウンスイング編を伺いました。はい、で僕も含めて結構その、まあ、突っ込んじゃうというか、うんうん、
アウトサイドから入りやすい人ってかなり多いと思うんですけど、はい、まあ、そういう方にとってはすごいためになる練習法だなって思ったんですけど、どうですかね、その点。そうですね、やっぱりコースに行かれるとボール打ちたい気持ちが強くなりますので、上半身は一回置いといて下半身から指導することによって突っ込まないスイングができると思います。まあ、じゃあ今回ダウンスイング編ということで、ここからちょっとフォロースルー、はい、最後フィニッシュってところまで次回お伺いしたいなと思っております。はい、今回もありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。